この状態でもほぼほぼ勝てますね。この周りに卵、味の素さんとのコラボでございます。勝ち飯って皆さんご存知ですか？勝ち飯というのはですね、トップアスリートが実践している味の素の栄養プログラムに基づいたレシピ、今回はですね、僕流にアレンジしたものを紹介させていただこうと思います。ポイントはタンパク質、お野菜、旨味の効いた汁物を取り入れるというのが勝ち飯の特徴になります。今回作るのは勝ち飯スタジアムっていう方式ですね。どういうことかっていうと、ホットプレートで作るレシピです。家族や友達とワイワイみんなで囲んで食べられるレシピですね。なんと言ってもこれからの時期、夏休みでもぴったりなレシピでございます。ということで今回はリュウジ流勝ち飯をやっていこうと思います。リュウジのバズレシピ、材料説明に行きたいと思います。今回作るのは勝ち飯肉束チャーハンです。まず豚バラ肉ですね、4人分でこれね 480g だから1人分 120g ですね。これがまあタンパク質ですね。肉玉チャーハンなんで、卵を4つ、使います。お野菜は玉ねぎと長ネギ、長ネギ2分の1本と玉ねぎ1個、これ使います。そして調味料なんですけども、ごま油、お味噌、お砂糖、お醤油、お酒、大事な大事な調味料に味の素ですね。でコンソメ、後でねちょっと付け合わせのね、汁物、旨味たっぷりの汁物を使うのにこれコンソメ、必要ですので、まあ概要欄に全部、材料書いてありますんで、そちらチェックしてみてください。スープの材料はまた概要欄にあります。チャーハンなのでご飯やります。4人分なので 800g ありますけども、今ちょっと温めてる状態なんでここに出さないです。はい、後で使います。今回勝ち飯を私作っていこうと思うんですけども、勝ち飯を作る上で何が一番必要か、勝ちドリンクですね。自分に勝ちに行きたいと思います。もう勝ちましたということで早速作っていきたいと思います。じゃあ早速野菜切っていきたいと思います。長ネギはですね、チャーハン部分に使いますんで、これにみじん切り、はい、みじん切りね、皆さんどうやってますか？僕ね、こうやって やるんですよね。はい、でこのつながったところで最後に切るね、こうやって切るとかいい感じのみじん切りになります。はい、これご飯部分に使うねネギですね。はいはい、こんな感じですね。はい、そしたらまあこいつはちょっと避けておく。はい、そしたら玉ねぎです。玉ねぎはねお肉と一緒に炒める、はい、肉玉チャーハンの肉の部分ですね。玉ねぎはこんな感じ、切って、でもうね何センチぐらいかな、1ミリとか、あ1ミリじゃねえ、1センチぐらいのこう幅に切り分けてください。はい、はい、こんな感じかな。はい、 OK です。でお野菜はね切り終わりましたんで、これはねもうよく避けとくね。お肉です。食べやすいようにね切っていく、まあ、こんな感じかな。大体一つの、薄切りに5等分ぐらい、ね、まあ3、4センチぐらいの幅って言うんですかねこれね。で切っていきます。お肉には塩、まあ、バーッと、はい、胡椒ですね。まあもうこれはもう適当な下地、もうこれだけ大量だとねあんまり下地つかないんですよ。まあ後で適当にやります。そこら辺は適当で大丈夫です。はい、こんな感じですかね。はい、じゃあ下味つけましたね。したらね、もう作っちゃいます。はい、じゃあですね皆さん見てください、これが私のスタジアムです。そしたらですね、あ、これごま油なんですけども、ちょっとね大さじ1杯入れてください。ごま油ね、バラ肉なんですけどもでね、ちょっとねばらけながらね、ちょっと団子っぽくなってるとねなかなか炒まらないので、でまあこんな感じで、全部広げていきます。お肉ね、あともう玉ねぎもねもう入れちゃう、こちらにね。ホットプレートの、ね、温度はね結構これぐらいの量やるんだったらね最大まで、温めちゃって大丈夫です。じゃあこの肉とお野菜を焼いてる間に卵ね、卵をねちょっと溶きたい卵ここに入れていきます。全部、まあ、今回はちょっと4つにしました。でこんな感じで溶いておく。
って、この豚肉の脂が出てきたら徐々にね、この玉ねぎとね、ドッキングさせてくださいね。油がね、ある方がね、炒まりますので、お野菜がね、よく炒めてください、はい。あとね、こっち側ではね、ご飯の方をね、炒めますので、まあまあちょっと、まずはね、お肉でこして、こっちの、部分で、でここにさっきの、長ネギもう入れちゃいます。こうやってこのお肉を味をつけていきます。まずお醤油ね、大さじ2、お砂糖大さじ2、お味噌小さじ2杯、お酒大さじ1杯。これを全体に絡めます。絡めていきます。非常に美味しい焼肉になるんですね。でここに味の素1、2、3、4、5、6、7、8、8ミリ、これでね、旨味をつけていきます。この状態でもうほぼほぼ勝てますね、はい。もしね、パンチが効いた味付け好きな方はここにおろしニンニク入れてもいいですし、おろし生姜入れていただいてもいいです、はい。そうするとね、かなりパンチの効いた味になります。今回はね、アレンジしやすいように結構シンプルな味付け、これだけでも十分美味しいです。で、こっち、ちょっと、ちょっとね、まあ、はい。残りの大さじ1杯のごま油をね、入れます。はい。そして、ここに、もう、ドーンね、ご飯、ドーンいきます。チャーハンって言っても、卵はね、まだ入れないんですよね。はい。で、ここに味付け、またしていきます。味の素。で、小さじ1杯。ね、これね。を、こう振りかけて。え、そして、お塩。大体小さじ1杯くらい、ね、4人前だからね、ちょっと。で、ここに胡椒で、ちょっと炒めこう、ほぐしながらね。お肉ね、ちょっとまあ、このお肉ね、ちょっとご飯の方に乗せていいんで、ちょっとこう寄せてください、こうやって。ほら、すごいでしょ、この迫力で、こう肉玉にしたらね、この周りに卵、これ流していきますよ、これ。ほら、どうですかこのスタジアム。そしてこうなったらね、もう本当に保温にしていただいていいです、はい。確認しようかね、ここら辺にパラッとやってください。まあ、これもお好みです。玉ねぎをもうバラバラっとね、かけていただいて。どうですかこのド迫力、皆さん食べたいでしょう。こちらで生チャーハンの完成でございます。肉玉チャーハンできたんですけども、汁物をつけるのが勝ち目スタジアムなので作ります。トマトジュースです。牛乳です。ピザ用チーズ、はい、そうです。で、ここにコンソメ、味の素。コンソメがね、小さじ1ちょいでいいです、はい。で、ちょっと混ぜます。電子レンジで2分ぐらい。それではスープ温めてるうちにもう我慢できないでね、食べちゃいたいと思います。いただきます。お肉とご飯、そしてこの卵ね、ほら、うまそうでしょ、この卵。ここに乗っけるんですよ。いただきます。うまっ。卵もとろとろ、このとろとろ感はホットプレートならではですね。普通のチャーハンでできない。うまっ。じゃあチーズもいってるんでね、ちょっととろとろなんですね。うん、なんかクリーム後に食いてる、これね、あんまうますぎてびっくりしちゃう。ちょっと味変させていただきます。ピュアセルトマヨネーズですね、はい。これをこうかけちゃう。これですよ、皆さん。いいのか、こんな買っちゃって。うん、このマヨネーズのコクが加わって美味しい。じゃあですね、皆さん、リュウジ特製勝ち飯肉玉チャーハンですね、この季節をですね、買っていきましょう。